第4章悪性腫瘍がんの診断第1節症状自分で感じてわかる自覚的症状という面から見た場合がんだけに特有であると断言できる症状はありませんどのような症状でもがんを疑うことはできてもそれだけでがんであると診断できる症状は存在しません他の疾患を疑って検査をしたときに 小さいがんが偶然に発見される場合もありますまた全く手遅れになるまでにがんが大きくなっていても何の自覚症状もない場合もありますですからがんの診断には症状はあまり当てになりません一般的にがんが原因で何らかの自覚症状が出た場合にはがんは相当進行して大きくなっているのが通例です したがってがんの早期診断のためには定期的ながん検診が必要であると考えられます他人が見てわかる多さと指的症状では体重減少すなわち痩せるということもがんの場合よくある症状ですががん以外にも痩せてくる病気はたくさんありますですから痩せた場合がんを疑うことはできても確定診断をするためには 精密検査を受ける必要があります。